もこんにちは。いつもネクストで成し遂げたいオンドレアスです。今回もハード、倒した敵の機体縛り、セコイ戦法なしという制約と制約のもとプレイしていくよ。次のミッションは弾頭台への更新。前回最後に倒したアンジェのオルレアに登場。エネルギー爆食いのブレードを両腕装備。その他プラズマキャノン、NPC に意味があるか謎な閃光弾という尖りまくった武装構成。旧ピースシティエリアで敵再生 A ネクスト部隊と交戦している味方の支援に向かいます。敵ネクストは4機、リンクスはいずれもナンバー上位ですが、特に警戒すべきはナンバー1のベルリオーズです。ベルリオーズの戦績は完璧です。オリジナルには珍しい極めて柔軟な思考の持ち主で、必要であればためらいなく他企業の武装を使用し、確実に勝利することでそれを認めさせています。複数のネクストを相手にする極めて危険な任務です。これまでで最も過酷な戦闘になることは間違いありません。以上、作戦の確認を終了します。死なないで。味方機反応ありません。全滅。そんな、4対1よ。作戦放棄を提案します。すぐに離脱して。作戦続行する。敵も無傷ではない。君ならやれる。幸運を。戦場こういうものだ。ベルリオーズ行けるぞ。弱すぎるぜ。捕らえられんよ、お前には。作戦に変更はない。予定通りだ。バカ野郎、やれるわけないだろうが。しっかり4機に囲まれております。これがアーマードコア4名物ステージ、弾頭台への更新。これは確かに弾頭台、処刑場みたいなものですね。両腕のムーンライト、通称月光を振り回しますが虚しく空を切る。これが AC4 動画投稿シリーズから逃げていた理由。この機体アセンでこのステージ無理じゃねなやつ。おお、せめて1機だけでも無理です。15戦目。だんだん両腕月光にも慣れてきました。エネルギー消費が大きく隙は大きいですが、当てた時のリターンはすさまじい部、全然無理です。42戦目。撃破はできるようになってきました。これが命落としていた経験。なんだと。75戦目。一戦目とは面構えが違う。まずはキャノンと閃光弾を即ファージして機体を軽くします。一応キャノンで引き打ちをし続けたり、一機ずつおびき寄せたり、という戦法がありますが、皆さんが見たいのは真っ向勝負安だと思うので、月光で真っ向、そのまま続行背負い投げは一向。捉えたぞ、左右の月光で突きよ、宿せ。連続攻撃も狙っていきつつ狙えるときは、ダブル月光だー。月光は火力がすごい。二刀同時使用した際の火力はもうおったまげなことに。一撃で戦況を覆す武装となっていますね。当てるのが難しいけどなぁ。機体 APHP を多く残してのラスト一機。やはり最後に立ちはだかるのはこの男。ナンバーワン、シュープリスオカルベルリオーズですね。この前、取った、なんだと？めちゃくちゃストッピングされました。射撃にはストッピング効果のある射撃もあり、格闘は気持ちよくなる寸前で止められることがよくありますね。バトーペかな。いいペースで戦えておりますが、早めに2レーザーの火力が高いラフカットを撃破できたのが大きなポイント。さすがに捉えるのが難しいですね。射撃戦では特に何も感じませんでしたが、格闘戦では普通に厄介にしか感じないです。そろそろ決めるぜ。空中ムーンライト登場。全滅。作戦成功だ。そこが知れないな。君は帰還してくれ。彼女は待って。成し遂げたぜ。すごかったわ、あなたの戦い。まだ信じられないくらい無理させてるよね。この戦争が終わったらもうやめよう。今はゆっくり休んで。
おやすみなさい。期待の律儀タイム。先ほど倒したナンバーワン、ベルリオーズのシュープリスに登場。オープニングムービーも飾っている看板機体だけあって、さすがのかっこよさ。レイ・レナード本社施設、エグザウィルを破壊します。レイ・レナード社のネクスト部隊は、すでに壊滅していますが、エグザウィルには、まだ多くの戦力が残っているでしょう。油断は禁物です。以上、作戦の確認を終了します。これで最後よ。破壊目標、レイ・レナード本社施設、エグザウィルです。これで最後よ。行きましょう。これが最後、本当に？まずは特に意味のなさそうなフレアをばらまき、せっかく装備しているからね、使わないとね。これが最後の戦いよ。負けないで、帰ってきて。お願い。そこまで言われてはしょうがないですね。男オンドレアス、フィオナちゃんを泣かせるわけにはいかない。シュープリスは両腕がライフル、右背部には高火力キャノン、そして肩にはミサイルを撹乱するフレアといった武装構成。ちなみにシュープリスというネクスト名ですが、こちらは普通、拷問という意味だそうです。怖すぎ。高火力な小島キャノン、レイ・レナードの最後の戦力、新型ネクストですね。こちらのオマルではブレードですが、ハードでは小島キャノン。敵新型機、撃破。引けるわ。このまま。虎の子の新型ネクストを駆逐しました。あとは横浜にありそうな本拠点を破壊するのみ。この支柱の負荷がヤバそうな建築物、支柱を壊せば倒壊するそうです。知ってた。随分警備が薄いなと思うかもしれませんが、弾頭台への更新で主力ネクストを失っていますからね、しょうがないね。ラストシューティング。支柱が完全に崩壊。エグザウィル本体に衝撃。倒壊が始まります。離脱してください。エグザウィル倒壊していきます。作戦成功。レイ・レナード社壊滅。いつからこんなことになったのかしら。でもこれで全ておしまい。本当にお疲れ様。帰還してください。エミールから連絡があったわ。ジョシュアもアクアビット壊滅に成功したみたい。これでリンクス戦争も終わり。勝手な理由でたくさんの人が亡くなって、汚染ばかりが広がって、あなたがいなければまだ続いていたかもしれない。本当にご苦労様。帰ろう、アナトリアに。アナトリアに接近中の所属不明機体を確認。あれは、なぜあの機体が。来てはダメ。何かおかしいわ。遅かったな。言葉は不要か。これが Y のファイナルミッション。ある時は敵、ある時は味方だった。もう一人の主人公と言っても差し支えない。ホワイトグリントを飼っていたジョシュア・オブライエンが立ちはだかります。クソデカ機体なのにものすごいクイックブースト性能。そう、あの機体は深刻な小島汚染と搭乗者に強い負荷が発生するプロトタイプネクストですね。ガンダム勢にはめちゃくちゃ毒まき散らすトールギスと思っていただければいいんじゃないでしょうか。マジでクイックブーストの速度えげつないです。これは搭乗者ミンチになってしまいますよ。ちなみに肩のフレアは必要ないので速攻でパージしました。不要だった場合パージできるシステムめっちゃいい。ステージが随分暗くてまるでバトーペの残酷ですが、こちらはざとこういう演出となっているようです。何の光、凄まじい爆風、小島爆発ですね。何が望みなのだ、お前は。終わりか。あ、これでいい。へえ、存外そんなものか。あるいは。なんだこいつ？謎のネクストが突如乱入してきました。やる気か。大げさなんだよ、みんな。僕には勝てない。だから言った。簡単じゃないか。ナンバー6のネクストですね。ノーマルでは出現せず、ハードモードでのみ乱入してくるネクスト。高機動機体でキャノンは相性悪いのでパージしました。ここからはライフルで分からせます。ちなみになぜジョシュアが敵となったのか、なぜプロトタイプネクストに乗っていたのか、この乱入してきたネクストはどういうつもりなのか、ゲーム内で説明は特にございませんので、
フレーバーで考えるな感じろ。フロムさんいつものやつといった感じ。プレイヤーの、傭兵の数だけ答えはあるんじゃないでしょうか。さすが裏ボス、高機動を見せつけてきます。だが相手が悪かったな。4対1の月光縛りに比べればこんなものなんとでもなるわー見失いながら。軽量機が裏目に出たな。軽いということは脆いということだ。お前もリンクスなら、戦場で死ぬ覚悟はできているな。ねえ、聞こえる？ありがとう。ここでエンディングとなります。せっかくなので弾頭台への更新がノーマルでは大きく異なる展開となっているので、ノーマルでは味方として登場する破壊天使砲の異名でおなじみ、レオハルトがカルネクスとノブリス・オブリージュに登場し、ノーマルだった場合どのような感じだったのか見ながら終わりとしましょう。16年の時を経て今なお色あせない名作、アーマードコア4でした。それではまたどこかの戦場で、限界近いです。まだだ、まだ耐えられる。レオハルト、エンディです。間に合ったな。よく来た。スマンが劣勢だ。火星タルト、敵に防衛アナトリア。アナトリア、彼女はあの男を連れてアナトリアを去った。私には彼らを止める権利も言葉もなかった。これ以上はやめておこう。それは私の語るべき物語ではない。